山添村は奈良県北東部、三重県との県境に位置する村。布目湖奈良県の北東部、三重県との県境に位置する高原の村である。夏は霊涼、冬は玄関。自然情緒豊かな県指定の名称上の山は、四季折々に美しい姿を見せる。北東部を名張川が流れる。名阪国道が通り、路線バスで天理市や三重県伊賀市と結ばれる。 山部軍と添上軍の当時を寄せて、山添都市、三冠の村として、山に沿って成長する村、山を拠り所として発展する村、古代から霊峰神の山を信仰の対象として、生活を営んでいた、同族集団が、近世以降の長い分離体制の時を経て、今再びこの山を中心に寄り添い繁栄する村、という将来を祝福して命名された。なお、 衆議院議員選挙の選挙区は奈良県第2区奈良県議会議員選挙の選挙区は山部郡奈良市選挙区となっている。大和野菜片平茜山添村内の郵便番号は西部区域が630から 22XX 東部区域が630から 23XX である奈良県時計村内を鉄道路線は走っていない。付近の 主な鉄道駅5月今日一般国道主要地報道一般県道、平成26年9月現在 JR 奈良駅、北野天理駅国道山添新大阪梅田、国道山添上野市山添村、鍋倉系。ありがとうございます。